クイントゥス・ヘレンニウス・エトルスクス・メッシウス・デキウスとは、軍人皇帝時代のローマ皇帝であり、父・デキウスの共同皇帝の地位にあった人物である。なお、ホスティリアヌスは、弟にあたる。ヘレンニウス・エトルスクスは、父・デキウスの軍務での認知の一つであった、パンノニア属州の州都シルミウムの近郊で生まれた。母は、ヘレニア・エトルスキルラで、 ローマ出身の代々元老院議員を務める名家の出身であった。ヘレンニウスは青年期より軍事経験を重ねるべく父の傍らにおり、当時の皇帝ピリップス・アラブスはドナウ川沿いのモエシアで反乱を起こしたパカティアヌスの鎮圧をデキウスに命じて、デキウスはパカティアヌスを討ち取った。さらに自らもピリップスへ反旗を翻し、ローマへ進軍して、 ベローナ近郊でピリップスの軍隊を撃破して249年にデキウスはローマ皇帝の座を手に入れた。その際にヘレンニウスは後継者に指名されてプリンケプス・ユーエントゥティスの称号を与えられた。デキウスの皇帝即位時よりコート族がドナウ川沿いのダケア族州やもエシア族州への侵攻を活発化させつつあった。デキウスは251年に ヘレニウスを共同皇帝としてアウグストゥスの称号を与えるとともに執政官の一人に任じた。その上でデキウスは妻ヘレニアイトルスケッタを後見人としてホスティリアヌスをローマに残しヘレニウスとともにゴート族の王クニ家が率いるゲルマン人を討伐すべく申請を行った。五十一年夏、ゲルマン軍とローマ軍の間で行われたアブリトスの 戦いは、ゲルマン軍の圧勝となり、ヘレンニュースは父デキウスと共に戦死した。二人は、外敵との戦争で死去した、最初の皇帝という不名誉を得ることとなった。二人の皇帝の死後、軍隊は、トレボニアヌスガルスを、ローマ皇帝に擁立したが、ローマは、ホスティリアヌスを引き続き皇帝として支えた。ただし、ホスティリアヌスは251年のうちに病を得て、死去した。 ありがとうございます。